64番です、円筒の底に質量 0.45kg の、蓋をつけています。沈めていると蓋は水圧を上向きに受けて、蓋が閉まってるんですが、円筒をだんだん浅く、水中から浅く持っていくと水圧が小さくなって、蓋が開いてしまいます。そういう問題です。重力は変わらないけども、水圧が上に上げていくと水深が浅くなると小さくなって蓋が落ちてしまうという問題です。その高さ深さを求めようという問題です。はい、このような絵になります。ギリギリ今蓋が静止している。もう少し H を小さくすると蓋が開いてしまう。今は静止しているという式を作りましょう。蓋が受けている力は重力が 0.45kg の G 倍です。下から受ける力、水圧から受ける、水から受ける力は水圧が P0 プラスロー HG かける断面積です。それから上にここには空気がありますから、空気から押されている力は大気圧 P0 かける断面積です。この3つが引き分けなので、蓋は今は閉じているという状態です。式にしましょう。 P0 プラスロー HGS イコール P0S プラス 0.45G です。開くと P0S プラスロー HSG イコール P0S プラス 0.45G。 P0S が消えます。両辺 G で割れます。したがって H はロー S 分の 0.45 になります。ローを代入しましょう。 1000kg ですね、パー平方立方メートル。断面積は、筒の断面積は 7.5×10⁻³ 分の 0.45。 ここが消えますから 7.5 分の 0.45 です。計算すると 0.06 メートルとなります。